です。今福島の安達太良山に登ってます。4月25日で、これ普通の登山道なんですけど、雪解け水で川になってます。なんかね、謎に沢登りをしてるような気持ちになるけど登山道です。で、まだ結構雪が残ってるところがいっぱいあるので、これからもうちょっと暖かくなって全部の雪が溶けたら一体どうなるんだろうっていう、すごく不思議な気持ちになってます。なので、4月25日以降安達太良山に登る方はぜひ気をつけて登ってください。なんか安達太良山の山開きは今年は5月15って書いてあって、今日あったかいじゃん、なんで山開きが5月なのって思ったら、こういうことかっていう感じです。で、上まで登れるのか、そして登った後下れるのか分かりませんけど、ぜひ健闘を祈ってください。よろしくお願いします。またね、バイバイ。